初代ウォートン公爵、古代ウォートン男爵、トマス・ウォートン・ウォートン男爵は、イングランド貴族の男爵位。1545年に、トマス・ウォートンが除せられたのに始まる。五代男爵トマス・ウォートンは、ウォートン公爵、六代男爵フィリップ・ウォートンは、ウォートン公爵に除せられているが、1729年に、 大逆罪で、尺位剥奪となった。後世に、尺位回復し、女系継承が可能なウォートン男尺位のみ、ウォートン家の女系子孫である、ケメイーズ・タインとか、ついで、ロバートソン家に継承されて、現在に至っている。初代ウォートン公爵六代ウォートン男爵フィリップ・ウォートン1542年のソルウェイ、モッスの戦いで活躍したイングランド陸軍軍人、 トマス・ウォートンが1545年1月30日に調査されたのに始まる。後の貴族院の決定で、ウォートン男爵位は議会召集令状による爵位と認定されているが、実際には直居状によって創設された爵位だったと考えられている。4代男爵フィリップ・ウォートンは厳格なカルバン派プロテスタントとして、ピューリータン革命の際に議会派として戦った。 その息子である五代男爵トマス・ウォートンもカルバン派プロテスタントとしてホイック党の政治家となり、ジェームズ二世のカトリック政策を批判し、名誉革命でオラニエコーウウイレムを支持した。名誉革命後にはホイック党幹部集団、ジャン党の指導者となった。爵位の面でも出世し、1706年12月23日にはイングランド貴族爵位ウェストモランド州における、 ウォートンのウォートン伯爵とバッキンガム州における、ウィンチェンドンのウィンチェンドン子爵、1715年2月15日には、クレートブリテン貴族爵衣ウエストモーランドのウォートン、公爵とウィルトシャー州における、マームズベリー公爵、1715年4月12日に、アイルランド貴族爵位キャザーロー公爵、ダブリン県における、ラスファーナム伯爵、ニース県におけるトリムザン爵に除せられた。 その息子である二大ウォートン公爵フィリップ・ウォートンは、1718年1月28日に、クレートブリテン貴族社位ウォートン公爵に助せられた。しかし彼は、ジャコバイトとなり、ウォルポール政権に批判的な態度を取り、ついにはスペインへ亡命して、スペイン王フェリペ5世の要請で1727年のジブラルタル包囲戦に参加した。この件は、本国で問題視され、 1729年4月3日の貴族院決議により、退虐罪で有罪となった。これにより、全爵位を剥奪された一世紀後の1845年5月3日に、女王座部裁判所の判決により彼の爵位剥奪は取り消された。これに基づき貴族院は、議会召集令状による爵位と認定した、ウォートン,ン位について、彼の死後、 二人の妹の間で保持者不在になっており、1738年に妹の内和人が子供なく死去しているのでその時点で、もう一人の妹ジェーンが七大王トン女男尺を継承していること、そして彼女が子供なく死去したことで四大男爵の三人の娘の家計の間で保持者不在になっていることを確認した。さらに時代が下って1916年2月15日には、 保持者不在が解除され、四大男爵の娘、メアリーの子孫であるチャールズ・ケミズ・ティントが、第八代ウォートン男爵に確定した。八大男爵の唯一の男子であった九代男爵、チャールズ・ケミズ・ティントには、子供がなかったため、彼の死後、姉エリザベスが十大女男爵位を継承した。彼女は、デイビッド・アーバス・ノットと結婚し、娘を二人設けた。彼女の死後に、 ウォートン男爵位は娘二人の間で保持者不在となったが、1990年に解除されて、長女マートルが11代女男爵となっている。また彼女は、ハリー・ロバートソンと結婚して、ロバートソン姓となった。彼女の長男である12代ウォートン、男爵マイルズ・ロバートソンが2016年現在の当主である。ありがとうございます。